こんばんは。もう前髪が終わり、終わりだ。終わってるわ前髪が。こんばんは、中村です。終わってます。始まってもないけど終わってます。こんばんは。ありがとう。とい、お疲れ。バラ花束ありがとう。こんばんは、中村舞です。皆さん一日お疲れ様です。ありがとう、ギフトをたくさんありがとうございます。皆さんお疲れ様。おでこ出そう、やだちょっとやだ。ありがとう、こうしてよ。ありがとうございます。リオツ見た、見たよ、すごかったよ本当に。そう、今日はね歌唱力ナンバーワン決定戦があったんですけどね、リオちゃんが優勝しました。本当にすごかったです。ありがとう。バラ、ねえすごかった本当に。ねえ STU 強いよね、歌唱力強い、本当に強い、すごかったですね。もう圧巻でした。ありがとう。ねえ、かっこよかったです。すごかった本当に。STU からは4人出てたんですけどね。そう。みんなすごかったよ。大人っぽい歌声だけど15歳。え、そうなんよね。なんかね、リオちゃんね、15歳って、そう、もう、でもビビるけどさ、声がさ、めっちゃもう大人っぽくってさ、本当になんかびっくりする年齢分かっててもびっくりする。ありがとう。ハートにありがとう。15です。高校1年生だから今年16なんじゃない。いや、もう本当にすごいですよ。どこらもありがとうございます。ねえ、もうまだ赤ちゃんだよ15歳なんて。ねえ赤ちゃんですよ本当に。赤ちゃんだ。ありがとうございます。本当なんかありがとうね、お祝い本当ねしないとね。
もうマイキューはね、もう本当にもうね、ダメ口みたいに過ごしてるわのっぺりして、本当にもうもうぺちゃー、ダメ口みたいです、ジメジメしてる、ジメジメしてる、ドヨンドヨンしてる、ドヨンドヨンしてる、エブリデイって感じ、もう頭も動かなくなってきました、だんだん頭が動かなくなってきて、ふっと空が見えた、小豆島へ行こうかな、不意に思ってきました、小豆島に行こうか、そしてありがとう、前髪がね、いや伸びたんですよ、そうなんです、切ってないや、本当は眉毛は見せたくないんですけど、直すの好き、本当に前髪も伸びるし、爪も伸びるし、何でもかんでも伸びるし、もう本当に困っちゃう、めんどくさい、めんどくさい、全部がめんどくさい、スパークで前髪流してる、確かにやったよ、あれさすごかったよ、あのここここ全部にさ乗りつけてさ、こう前髪絶対に動かないようにしてたの、あれはねすごかった、乗りってなんか、あ、なんて言うんですか、そう貼り付ける感じ、そうなんです、分かんなかったって、うん、なんかいろんな人に言われた、それなんかどこにいるのか最初分かんなかった、しかもそう、衣装が、衣装の色も違ったっけね、あの時、うんうん、普通の糊じゃない、え、普通の糊じゃない、あのなんていうんですか、つけまとかつける糊、最近はねあれなんだよ、横毛を止める糊とか売ってるんだよ、横毛専用の糊とか売ってるんですよ、化粧品とかで、すごくない、そんな糊が売ってるんですよ、スティックじゃない、なんか液体、アイドルは結構使えます、そうシャンプーで取れる、ありがとう、汗で取れないか、取れないかも、あんまりなんか頑丈、うん、
これでね、なんかさ定期的にさ自分の部屋に帰ってきてさ、なんかうわなんか物が多すぎる、断捨離しようかなみたいな気持ちが定期的に来るんですよ。本当になんかふと家に帰ってきて、うわ、物多いなみたいな。でいざ始めるんですけど、全然なくって、その物が、断捨離するものがなくって、でうわこれはいるな、これはいるな、これはいるなみたいな感じで取ってったら、結局何も捨てられない。そうなんですよね。何年も使ってないものは本当にね、捨ててもいいんだけど。3ヶ月使ってない、断捨離してください。でもなんか私調子に乗って断捨離しすぎた時に、なんかあれないんだけど、あ捨てたんだっけみたいな時があったんですよ。だから調子に乗りすぎちゃダメです。3ヶ月はまだ早い、3ヶ月はちょっと早すぎます。昔あったコラボ日本酒の瓶とかまだ取ってます。あー私もありますよ。飲みました？飲んでない？私飲んでもないですよ。ちょっと日本酒はちょっと無理ですね。ね。で家族にあげたんですけど、家族も飲めないから。でもさ日本酒って腐らないよね。でお酒って腐らないよね。お料理に使いました。確かに料理だったら、あれ美味しいのかな。味とか変わったりする。そうな。日本酒。酢になるよ。日本酒放置してたら酢になるの？それは困っちゃいますね。それはもう酢になるんだったらちょっと腐ってるね。それは酸っぱくなったらもう腐った合図だよ。マヒナさん、マヒナさんも多分同じイベントにいたよ。だから多分マヒナさんの日本酒もあるはず。いい、ありがとうございます。あれ何年前かいね、分からん、覚えてないけど、なんかあの時のなんかお酒のイベントがあったんですけど、なんかそこでお酒が多分飲める感じだったんですよ。ライブもあったしお酒も飲める感じで、私たちじゃなくてファンの皆さんが、
だからなんかみんな結構酔ってて、なんか普段あんま見たことない感じの、なんかちょっと結構もう何杯目ですみたいな、すごいなんか酔った人とか結構いた。いや、あんまないよね、そんな。ね。なんだか、ありがとうございます。酔ってたよって人がいる。懐かしい。え、まだ終わんないよね。もう終わっちゃう。あ、あのアイドルズの広告が表参道かいね、駅に柱、何ですか、あの柱巻き広告っていうんですかね、あのふわってあるらしくって、ちょっと私は見に行けてないんですけど、ぜひ皆さん表参道の、そう、駅行くことがあったら見てみてください。柱巻き広告って柱にも大きくでしたよ載せてもらってるんですよ日本語が変です。表参道だけ。そう、しかもめっちゃかな、少し時期ずれてたらファンミの時見れあれなんですけど、28位までなので、幕張のリリーベ、あ、そう、幕張のリリーベが28だからもし遠方からでも来られる機会があれば、ありがとう。表参道だから、表参道がどの辺かあんまり分かってないけど、この間ファンミーティングしたとこですね、表参道は。幕張からだと確かに千葉だもんね。東京駅からさ、表参道って近いの？どんぐらい？電車で近いかな。明治神宮の参道が表参道だよ。ちょっとわけわかりませんね。あ、離れてるよって。あ、そうなんですか。ちょっと遠いんだって。30分ぐらいかかるな。え、乗り換え？ちょっと分かりませんね、本当に。あ、山手線で1本タクシー、なんかタクシー使うよりも電車使う方が早いよね。おやすみ、おやすみ、みんな。またね。
まだだね。ちょっと大丈夫。こまりさん、ロジックさん、今日もあんたの笑顔が誰かを救うさん、考えなしさん、トールさん、タニタニさん、カズピースさん、ウマちゃんさん、ハヤリングさん、きなぺこさん、くまねパパさん、ティーンさん。1位はドロロロロッドドン、東京のソワさんでした。ありがとうございました。明日は水曜日です。皆さんおやすみなさい。また明日。週末、週末会いましょう。いや待って待って、週末じゃなくても会える。フェスもある。週末かおやすみ。週末か、おやすみなさい。金曜日か。またね。おやすみ。またね。ありがとう。バイバイ、おやすみ。また明日、また明日。yeah